馬鹿げた話だ。いえ、今の私には好都合か。地獄への入り口、確かに落ちたら上がっては来られまい。それでも このライノスは私が機能を停止した後も一部の機能を残しています。この剣もまた必要とあればあなたの呼び出しに応じるでしょう。でもできればそんな事態が永遠に来ないことを私は祈っています。竜王、いえ母様、やはりあなたの助けがいるようです。宵の明星、確かそんな名前だったかな。羽生には赤が似合いますから。村を出る？なぜです？理由を説明してください、理由を。理由ですか。それはあなたが一番よくわかっているはずですよ。村に出たそうですね、鬼が。ええ、
そう聞いています。別に内緒にするつもりはなかったんです。ただ話がどうにもあやふやで、もう少し確かめてからと思いましたので。それを内緒というのでしょ。すみません。ごめんなさい、言い過ぎました。リクの気持ちは分かっています。私に危ない橋を渡るなと、そういうことですよね。利己的だと思ってくれて構いません。ですが、もうあなたは一人の身じゃないんです。ここで鬼などと対峙して万一のことがあったら、私は。大丈夫と言っても保証はないですね。鬼を狩るつもりが帰り討ちにあったなんてこともかつては少なからずありました。羽生、ただここで行かなかったら、確実に鬼は狩猟本能を発動させて人々に危害を加えるようになる。覚醒直後であればそれほど苦戦もしませんが、完全に融合してしまえば生半可なことでは倒すどころか傷だってつけるのが難しくなる。それはしかし、それが村を出ることとどう関係があるのですか。村では今噂があるそうですね。古出神社に住むよそ者の女が鬼の化身じゃないかと。でもそこが好きなんだけど。笑い事じゃないです、羽生。それにそんな根も葉もない話、失礼にも程がある。分かっています。でも一昨日の様子だとみんな疑っているのは確かだと思います。聞いていたのですか。ええ、運が良かったのか悪かったのか。やめてください。勝手な憶測でそのようなことをおっしゃるとはどういう了見です。私の妻が人殺しのような無法を犯す人間だとあなた方は実は今まで思ってきたというのですか。別にそうだとは。それにそれは一部の者が噂しているだけで、我々は。だからといって言っていいことと悪いことの区別があるでしょう。少なくとも私は鬼と称されるような非道なものを親友とした覚えはありません。発言するのはあなた方の自由な権利ですが、彼女への無礼はすなわち陸、そして私への侮辱とみなしますよ。うん。からといって羽生が出ていく必要はありません。私がもう一度必ずみんなを説得します。リク、村人だって普段のあなたを知っているのだからきっと分かってくれるはずです。だから羽生、私を信じて考え直してください。
シノさんもきっと力になってくれます。ありがとう。でもリク、あの子は、オオカはどうでしょうか。子供は無垢だから残酷ですよ。ですが、オオカには母親が必要です。ええ、分かっています。だから勘違いしないで、リク。私はそのために行くのです。羽生、一旦村を出なくては表だった鬼の捜索ができない。ですから本当の意味でこの村から鬼を放逐したら私は帰ってきます。それはいつですか。すべてが終わったその翌日に手間がかかるのは鬼を探し出すことですが、それも大して時間がかからないと思いますよ。きっと。なんだか昔とあべこべだな。羽生。約束してください。必ず帰ってくると。あなたには、いえ、今のあなたには帰る場所があります。それだけは絶対に、どんなことがあっても忘れないでください。リク、前々から気になっていたことです。時々あなたはひどく儚い表情で遠い目をすることがある。まるで全てのことに達観、いや抵抗するように冷めた目を。そうですか。そんなこと。へえ、そうかもしれませんね。私はこの地にたどり着いて、あなたと出会うまで自分の死のことばかり考えていたような気がします。自分はどんな死に方をするんだろうと。リク、この地のあなたたちは年を経るうちに肉体は老い、精神は成熟して、やがて死ぬのが自然だと思います。ええ。それが？でも、私たちは、その逆なのです。肉体は変わらない代わりに、精神は逆行してゆく。
てください。え？そんな話聞きたくないです。死は確かに私にも訪れること、でもあなたは生きている。どんなものかもまだわからない羽生の死なんて考えたくもありません。いえ、そうじゃないんです、リク。死は聖あるものに等しく訪れるもので、その関係は表裏一体。でも私は片側だけを見すぎたせいで、その裏側にある尊さを忘れてしまっていた。だから帰ってきます。絶対あなたが私の居場所なんですから。これは、もしも留守中に何かがあったら、これであなたの声が私に届きます。きっと、すぐにでも戻ってみせますから、万一の時は使ってください。リク。何ですか？羽生。冷たいと思わないで。私だって、私だって。わかっています。だから待っていますよ。いつまでも、ずっと。愚かな。Ah!
やはりか。血は争えぬものだな。来たか、同胞。いや。血を争えぬは私も同じか。丸三年、指揮票の執行ギリギリまで潜んでいたのはお前が初めてだよ。皮肉だな。私を見ろ、グリフィス。
生機能もありっか。完全に麻痺症状だな。聞け、我が同胞の者よ。故郷を捨て、我が同族の象徴たる角を降りて、新しき大地にて生を育まんとする者の末裔よ。そなたに咎はなし。我もまたそなたを罰するにあらず。なれど長老たちの掟を破り、この地の断りに背くことは我が同族の誇りを汚し、この地の同胞の思いを踏みにじる愚かしくも浅ましい行為なり。最後に問う。お前の選ぶは、明日か、今か、それとも、忌まわしき過去か。ならば死ね。お前に明日は渡さない。Thank you.
る。そうだ、私は貴様と同じ、元はピュトゥス。そして20数年前に貴様の手で討ち果たされたものだ。なぜだ、なぜリクに憑依した。利害関係もない縁もゆかりも全くないリクをどうして巻き込んだ。飽きたのだ。果てしなく続く任務の日々と、勝っても勝っても耐えぬグリフィスたち、生命を賭した殺し合いに興奮を覚え、血と肉の匂いに酔いしれることができた頃はまだ良かった。だがグリフィスは力も知能も我らに劣って、あまりにも張り合いがないものだった。故に私は私の力に匹敵する相手を欲したのだ。同じピュトゥスとシーユを争い、その戦いによって今まで感じたことのない興奮と愉悦を味わう。もっとも、完全に能力を発動させる前に、同胞最強と謳われたお前が真っ先に現れたせいで、思わぬ遅れを取ってしまったが。しかし、能力の発動が完全であれば、明らかに私が勝っていたはず。その証明を立てるため、そして一度貴様から受けた屈辱を晴らすため、私はよりしろを求めた。そして貴様から受けた傷が癒え、有利体としての移動の力を手に入れた3年前、私はこの村で発見したのだ。貴様が剣を向ける際、最も貴様が苦しみ、怒り、絶望して、私のかつての恨みと憎しみを晴らしてくれる対象を。それがあの時貴様が救い出し、そして貴様が愛したこの男だ。いい
さしもの貴様も、自分の思い人の肉体に刃を向けるのは気持ちが鈍ろうて。どうだ、同種狩りの女よ。その太刀で我を倒せようか。されど我を殺せば、こやつも死ぬがな。貴様！憎め、もっと憎むがいい。それこそが我の安らぎ、正しき運命を奪い取った、我の勝利を祝うことほぎの言葉だ。殺してやる、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 殺してやる。お前だけは、お前だけは。クスの女よ、運命は我に従い、そして新たに回るのだ。何？違う。あなたには、いえ、今のあなたには帰る場所があります。それだけは絶対に、どんなことがあっても忘れないでください。やめてください。
そんな話、聞きたくないです。羽生の死なんて、そんな。そんなことを望まない。私の死よりも生きることを願う。それが私の愛したフルデリクの心だ。貴様、死ぬものか。リクとの約束を破って、なんで貴様に屈するものか。何をよまいごと、この死に損ないが。笑わせるな。死に損ないは貴様の方だ。盗賊の爪が貴様だけのものと思うなよ、下郎が。貴様、まさか貴様まで鬼かを。くらいはせぬ。だが、貴様は絶対に許さない。自らの浅知恵と卑劣を顧みることのできぬ愚かさを嘆いて死ね。出来損ない。こうなったらこの体を捨て、違うよりしろについて貴様の。なぜこの体から乖離できない。話せ貴様。大丈夫ですよ、羽生。
誰が何と呼ぼうとも、あなたは私の大切な羽生です。それだけは忘れない。絶対に、どんなことがあっても、忘れない。そんな世界があったんだ。ほんの少し、すぐにでも思い出せるほど近くの時間に、本当にあったんだ。大好きだった。本当に世界で誰よりもあなたを愛していた。さよなら。やめろ。羽生、桜花のこと頼みます。竜王、錦、三叉解放。